はい、今回はですね、車の中でですね、スマホをね、置く機会が多くなってきてるかと思うんですけどもね、置く場所がないですとかね、置くけどちょっとずれてね、倒れてしまうとかね、結構あると思うんですけどもね、私も今回ね、ちょっといろいろ探しててですね、大手通販とかでですね、とても評価の良かったですね、こちら、リマックスって呼ぶんでしょうかね。REMAX っていう形ですね。購入してみました。こちらね、とても素晴らしいパッケージになっておりましてね。とてもね、糸がぐるぐる巻きになってなんかおしゃれなケースですね。まあ、ケースはまあ、どうでもいいっていうかね、いいんですけどね。もう肝心な商品ですね。こちら、商品じゃなくてね、商品。ちょっとね、最近歯が抜けてきてですね。滑舌が悪くなってきてます。ということで、こちらの商品のね、どうやって入ってたかというとね、このイボありますよね。イボっていうか、この突起物2つ。これは最初ついてませんでしたね。ここでつけてもいいんですけど、かなりちょっと時間かかったんでね、あらかじめつけておきました。で、裏面どうなってるかというと、こう穴開いてましてですね、4穴の。で、一個ずつパチンパチンって止めていくわけなんですけどもね、結構きつくてね、でも入っちゃったら、慣れたらですね、うまくね、入っていきますね。ちょっと最初向きこれ逆につけちゃってね、リマックスって書いてる方を正面してね、正面になるようにしてね、こういう形になるのがいいみたいですね。まあ、この図をね、見てもらうともいいと思うんですけどね、こういう感じでスマホを横にして置くようになってますね。ということで、こちらね、ちょっとね、つけるのだけちょっと時間かかるかもしれないですけどもね、ぜひぜひね、試してみてはいかがでしょうか。ということで、実際に車のね、置いてみます。はい。こんな感じでね、結構平らな部分なんですけど、今いろんなとこでもね、こうね、ちょっとね、平ら。まあ、基本このままセンター付近。で、ちょっとね、違うスマホを用意したんでね、こちら iPhone になりますね。ということでね、私はなんで買ったかっていうとね、まあ、着信とかは結構ね、すぐ確認でき、縦に置くやっぱ横ですね、これね。ちょ、ケースついてます。で、ケースついてちょっと薄、こんな感じでね、普通よりもちょっとね、2、3ミリかな、5ミリぐらいかな、太めになってるんですけど、それをね、ちょっと見づらいのでね、片手で取って、あれですけど、ここ横にしてはめますよ。ちょっと片手ではめるのでね、あれなんですけどもね、これぐらいのですと、はい、はい、こんな感じでですね、はめるとしっかりですね、つきますね。はい。で、ちょ、ケースをつけたまま、若干余裕があります。奥深く入れましたね。こちらね、何ミリかな、1.5ミリ。まあ、iPhone6 なんですけどね、それプラス、あ、これもちょっと余裕ある感じなんでね、まだまだね。はい、こんな感じでですね、スマホをですね、私はね、出先出てですね、Google マップとかでね、案内してもらうとき、音声のみでね、ちょっとね、iPhone 膝に乗っけてね、不安定でしたんでね、こちらこう見ながらね、車にないものですからね、ナビがですよ、ちょっと古くてね、車が古いのか、そういうね、オーディオをつけなかった私が悪いのかわかりませんけどもね。こんな感じでですね、車にね、簡単につけれるというか、まあ、置けれる。まあ、100均のも買ってみたんですけども、ちょっとね、ケースつけたままね、入れれなかったりしたんでね、こうやってケースをね、手帳型のケースをね、つけたままでもですね。まあ、厚みのあるちょっと手帳型のケースですとね、あれかもしれませんけどもね、ある程度のね、3ミリ、4ミリぐらいのケースの厚みで、これ、両方はちょっときついかもしれないですね。ね、裏も。
片っぽ本体についてる方の、ところをねこういう感じでつけれますんでね。ということで今回はですね、スマホを車に置いて使えるこうね、ずれないでもずれないでね、ほんとずれない、ずれないですねこれね、こうほんとにね両面テープつけなくってもねいいという、こちらレマックスのねスマホの置ける、商品ですけどもね、今回は iPhone を使用してですね実際に試してみました。はい、最後までありがとうございます。よろしくお願いします。失礼いたします。